RA2 型はロシア鉄道が2005年から導入した機動車。製造したメトロワゴンマッシュからは750.05型という形式名も与えられている。利用客が多い非電化区間向けに開発、設計が行われた機動車。2004年に発注を受けた後、2005年に試作車が完成した。1997年からロシア鉄道向けに製造が行われた。 RA1 型とは異なり、複数の車両が編成を組む、ディーゼル列車としての運用を前提に設計されており、エンジンを搭載した型運転台の先頭車による2両編成、もしくは中間車を連結した3両編成を基本とし、最大4両編成まで蘇生可能である。車体は、耐食性や耐熱性に長けたステンレスで製造され、火災検知システムや自動警報システムをはじめとした。 安全対策も多数施されている。先頭車は流線型構造になっており、運転台は人間工学を応用した設計が採用されている。車内は空調装置による冷暖房が完備されており、窓は騒音を抑えるため二重窓となっている。先頭車に1カ所、中間車に2カ所配置されている乗降扉はボタン式半自動ドアになっており、収納式ステップにより、 低床式プラットフォームに対応している。座席配置は3列プラス2列のボックスシート、動力制御車にトイレを一箇所設置するのが基本的な構造だが、顧客からの注文に応じた変更も可能である。先頭車の床下には、マットー製のディーゼルエンジンやホイット製の液体変速機で構成される動力モジュールや発電機、騒音抑制装置などが搭載されている。これらの機器は、 自動診断システムによって管理されており、運転台から状況を確認することができる。ボギー台車は空気バネを用いた構造で、先頭車の運転台側下部は動力台車が設置されている。上記の通り2005年に試作車が登場し、試験後の2006年から量産が始まった。ロシア鉄道のみならず、ウクライナ鉄道やリトアニア鉄道。 モンゴルのウランバートル鉄道にも導入が行われた。試作車を含め RA2 型は設計や用途、製造年月の際により、以下の車種に分類される。RA2 系の中で最初に製造された車種。車体側面にビード加工が施されているのが特徴である。2004年から2007年まで、試作車を含め3両編成30本が製造された。 ロシア鉄道の幹部の移動など用いられる、食用車として2006年から製造が行われた車両。二両編成を基本とし中間車の連結を前提としていないことから、エンジンの出力が3 1 5ットに変更されているほか、最大8 0 0トルの運行距離を実現させるため燃料タンクの容量が増加している。車体も、 ビード加工が廃止されるなどの設計変更が実施されている。車内には幹部たちが利用する会議室や優等車両と同等の座席が設置されているほか、衛星テレビシステムやキッチン、冷蔵庫など長時間の乗車に対応した設備も搭載されている。750.05系の改良版、750.05から30型と同様に、 側面下部のビード加工が廃止されるなどの設計変更が行われた。最初の車両となった RA2 から005編成は2006年に製造され、翌2007年の鉄道見本市エキスポ1520での展示が行われた。その後は2015年までロシア鉄道向けへの製造が続いたほか、2008年にはリトアニア鉄道向けにも3両編成4本が作られている。 ディーゼル列車としての運行前提とした PA2 型を両運転台式とした車両。RA2 型と同様の流線形の全面を車体両側に有し、エンジンはロシアズベズダ製の M721 から01型を用いていた。2005年に試作車が製造されたものの量産されることはなかった。ありがとうございます。